回も第3回も来年かな、ね、はい、来年かな、次回第3回フォークミーティング、来年我こそはっていう方ぜひここへ、うん、いいですよね、今日の聞いてあんな俺もできるって思ってたからぜひぜひぜひ、もしかどうぞ、本当にあの下手な関係ないから、楽しめんだから、私フォローします、本当に一応ギター弾ける人だよ、ギター弾ける人だとね、ちょっと弾けなくてしょうがないからね、ですよね、だからとりあえずあの、まあ、よかったらここに来て、まあ、話したら、まあ、まあ増えたら1曲だね、1曲だね、増えてきたらね、そうですね、まあ、ただ一応あの僕ら知ってるから、ね、なんかいいんで、佐田君とか本当に黒藤とか前田光太君とか影部とか付き合った連中がいるんで、あんまり知らないのとかないでもね、まあ譜面があれば多分弾けます、全部弾けます、譜面があれば、今回そのまあね、まあ楽しくないってなったんですけど、じゃあ前半、ありがとうございます。僕も生っ粋のさだまさしさんのファンです。もともとさださんの、こういう本をあのコピーして、あの練習したものです。ボロボロになるまで、ね、で今日もあえて、グレープの時の曲と、もう一曲あの好きな曲があります。一曲目は、ね、無縁坂、全てを暦に刻んで
リハの時もおっしゃっていただいてね、嬉しかったです。尊敬しますよ。尊敬しちゃっても別に思わんだけど、折れちゃいますよ。弱めだ弱い入ったな。はい、ありがとうございますね。言えないですね、方ね。宮古城の観光大使やってみて本当ですか？大使、去年の大使任命しました。すごいでしょ。ねえ、ねね、活動なんかしてるんですか？活動あのすごいって宮古で言おうってたの。宮古では焼酎がうまいと、牛肉うまいと、美人が多いっていうふうにちょっと考え、まあこれ最後あれですけども一応さっき言ってもらってます。一応大使です。大使は建物でしょ。こんな感じですか？こんなわけでいくらでも出ますか？これでも出ますから、これでも出るだったら。さあ、じゃあ、はい、じゃあ前半最後の曲でね、最終案内という曲でございます。Mm-hmm.
10分の休憩ですよ。ドリンクチャンス。